はい、どうもおはようございます、ベルプリです。今日はベルファイアの販売台数なんですけれども、2021年の販売台数がね出ました。アルファードベルファイアともに出たんですけれども、なんと、まあ、その差約ね15倍というとこですね。まあ、アルファード95,049台に対して、なんとベルファイアの方はね6,509台です。それぞれガソリン車、あのハイブリッド合計した台数になってるんですけれども、この差というのはね今までで最大ですよね。おそらく20、30ともに合わせてですよね。今の30系は2015年の、ね、1月26日に、まあ、発表となってるんですけれども、まあ、それから約その7年間分の、ね統計があるんですけれども、そちらの方も、ねご覧ください。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、その他収益化している当チャンネルの収益や各種指標を動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。ヤフオクで出品している各種オリジナルグッズのリンクは説明欄に、グッズ関連の再生リストは画面右上にリンクが出ておりますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。2015年から16年、17年と3年間は、まあ、ベルファイアの方がね販売台数は上でした。まあ、ところが2017年のね12月25日に、まあ、マイナーチェンジをしたんですけれども、その翌年ですね、まあ、ベルファイアよりもねアルファードの方が台数が伸びてしまったというところです。アルファードの方はねその後あの台数をね伸ばし続けています。モデル末期にもかかわらず、2020年9万台、そして2021年に95,000台と若干ですけどね伸び続けています。まあ、ランキングの方もね2020年にはついに、まあ、5位に入っていると、そして21年には4位というところですね。まあ、対するベルファイア2020年は18,000台しか売れてません。まあ、かろうじてね、ランキングの37位となっているんですけれども、21年はね6500台というところでねランク外になってしまいました。アルファードが順調に販売台数をね伸ばしていく中、ベルファイアはマイナーチェンジを機にね、下降の一途をたどってます。まあ、私が購入した2019年と、そしてその翌年2020年ではね約半分になってしまいました。まあ、この時ね何があったかというと、まあ、19年末に一部改良があってディスプレイオーディオが標準装備になったんですけれども、それとはまた別に翌年の春ぐらいですね、その時にあの販売店のね、併合、要はどのディーラーさんでも全車種扱えるというね販売体制になったんですけれども、それで一気にあの販売台数に、ね、差がついた感じですかね。まあ、私が言ってるのはね熱店なんですけれども、まあ、そちらでも、まあ、アルファードが買えると、購入できるということでね、今までやっぱりあのずっとね同じディーラーさんが通ってて、まあ、そこでね販売してる車をあの購入するっていう形を取ってたのかなと思うんですけれども、まあ、そういったね、まあ、あの垣根がなくなったというか、まあ、どれでもね買えるっていうところで、まあ、本当のね、人気がある車種とない車種がね、まあ、浮き彫りになったのかもしれませんね。まあ、潜在的にやっぱり、本当はね、アルファード欲しいんだけど、ずっとね、恋にしてるディラさん行ってるし、っていうんで、ね、なかなか、まあ、そうね、映ることができなかったというのもね、あると思います。まあ、そういった中でね、まあ、縛りがなくなって、まあ、この結果でしょうかね。まあ、そんな中でね、2020年はね、ベルファイア18,000台に対して、なんとアルファード、まあ、9万台というね、台数です。まあ5対1ですね、ここでね。でさらに翌年、2021年、またこの春にはね今度はあのグレードの、絞り込みがありました。アルファードベルファイアともにねあのグレードの方が絞られたんですけれども、ベルファイアに至っては特別使用者のみにねなってしまいました。なんとあの ZG エディションもなくなったというとこですね。 2.5 の Z グレードの、特別使用者ゴールデンアイズ、まあ、それとガソリンとハイブリッドのラインナップに、ね、なってしまいましたね。せめて、ね、ZG エディションだけでもね残してくれればなと思ったんですけれども、アルファードの方はね 3.5 リッターとか、まあ、ちょっと私もねはっきり覚えてないんですけれども、一部絞られましたがね、ベルファイアほどではないです。まあ、当然 X グレードも残ってますし、2.5 の Z に相当する 2.5 の S もね残ってます。まあ、そういった段階というかね、まあ、トヨタの販売戦略なのかもしれないんですけれども、まあ、結果的に2021年はアルファード95,000台、そしてベルファイア6,500台です。その差はまあ15対1ですね、約ね。まあ、ここまで開いてしまったらもうその先ねどうなるのかはね
およそ想像するに難しくないかなと思うんですけれども、本当にまさかねこんなに開くとはね思いませんでしたね、私が購入した時は。まあ確かに2019年はね、まあ1対2ぐらいだったんですけれどもね、それが1対2が翌年5対1、そしてさらにその翌年が15対1と、まあちょっとね驚きの展開としかね言いようがないです。まあ今更言うまでもないことなんですけれども、中身はね一緒です。違いといえばねフロントとリアだけです。まあ例えば目を閉じてこうやって車に乗り込んで、この車がアルファードかベルファイアかって、今あのディスプレイオーディオがね標準になってますけれども、この車内を見てどっちかね区別つく人ってね多分ほとんどというかねいないと思います。中から見れば一緒ですからね。まあ、結果的にやっぱりフロントのねデザインです。まあ、リアもね多少違いますけど、あの赤いあのレンズかクリアのねレンズか、まあ、そういった違いもあるんですけれども、まあ、そこよりもやっぱりね決定打になったのはやっぱフロントのデザインであることはねもう間違いないですよね。このフロントのデザインですけれどもね、ベルファイア、まあ、若者を、ね、意識した感じというふうによく言われてるんですけれども、まあ、私もねこのデザインがね好きで、まあ、購入の、ね、決め手となってます。まあ、ただね私はそんなね若くないおっさんなんですけれども、まあ、やっぱね重要なのは、まあ、万人受けするデザインとかじゃなくてやっぱ購買層ですね。まあ、その辺を意識したデザインがね重要なんじゃないかなっていうことですね。まあ、どちらかというとねアルファードは、まあ、大人向けというかそういうふうにね一般的によく言われてますけど、まあ、若者向けのねこのデザインがねあだとなったのかもしれないですね。まあ、私のようにね結構年食っててもこういうデザインがね好きっていう方もね結構いるかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱりそういうのがね大きく販売台数に、ね、影響を及ぼしたのかもしれません。最後に、まあ、現状ね販売台数で15対1という、まあ、大差がついてますけど、まあ、こういったね中で私が初めてねあのベルファイアの購入を考えた時に迷わずね買うかどうかっていうところなんですけれども、やっぱり20の頃からずっとねベルファイアがいいなっていうふうに思ってましたから、まあ、迷わずねあのベルファイアの方を購入すると思います。まあ、グレードがちょっとね絞られているのがちょっと難点なんですけれども、まあ、ゴールデンアイズのね 2.5Z のゴールデンアイズ、ガソリン車の方をね、まあ、迷わずね購入したと思います。まあ、ただね予算上ちょっと厳しいかもしれないですけど、若干高いですからねあのゴールデンアイズ2は、424万ですからね。まあ、モデル末期というところもあるので、まあ、値引きも結構ねいけるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ間違いなくねベルファイアを選んだと思います。というわけで今回はアルファードベルファイアの販売台数の推移に関して動画でお伝えさせていただきました。今後もこのような形でどんどん動画の方を作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。